さあやってまいりましょう。手持ちの粒すべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはジーニーさんです。スキルが6個もあるのでチャレンジ6個全部出してみせようじゃないですか。トップハットジーニーの時はね3つなんとか出せたような記憶があるようでないようで、もうね収録したのがだいぶ前になるのでね、ちょっともう忘れちゃったんですけどね、どうだったですかね。またよければ、動画を見返してみてください。さあまず1つ目が風船を4つ割っちゃうぜベイベー。これクリストファーロビンと同じスキルですね。あクリストファーロビンとか使ってなかったっけ。あネタバラシしてすいません。さあ続きましてドゥーン、サンドウィッチをするスキルでございますね。これで2つ目ですね。なかなか6つってハードル高いな。頑張るぞ頑張るぞ、ほい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 。とにかくねあの この周りのねやつもねどんどん消していくことによって、他も消していきましょう。さあ行きましょう。続きましてはい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 、下がジーニーさんです。これいいね、さらに溜まる。ドゥン、おボム、これが、4つ目だね。ボムを発生させてくれるというツムでございますね。なるほどなるほど。ということはマリーちゃんとかミスバニー系のツムってことだね。はい、じゃあ続きまして5つ目ではなかった、ではなかった、4つ目来ちゃいましたね。あ4つ目てか2つ目に出てきたサンドウィッチが出てきちゃいましたね。はい行きましょう。あまたボムですね、またボムですね。そうそうそう、まあボムはやっぱちょっと目立ちがたがり屋なんでね、まあボムに出てくるの仕方ないと思うんですよね。はい、さあ続いて、5つ目のスキルは、はい、そうなんですよ。やっぱりあのジーニーさん目立ちたがり屋なんで、やっぱり自分をこう主張したいっていうことでね、こういっぱい出てきちゃいました。はい、でやっぱボムってボムも目立ちがたがりと、ボムの場合のタイムボムが多いな。タイムボム多めですね。はい、もう一つね覚えてるのでね、顔がでっか、あ斜め、そう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 、斜めに消すっていうオラフになることもできるんです。だってジーニーだもの。うん、さあ5つ目出てきましたね。ということでじゃあラスト、そろそろ来た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 。そうなんですよ、このでっかくなっちゃったっていうねアリス式のツムもあるということですね。うん、さあ続いて、おー間に合うか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 、間に合いました。はい、普通にやって1000コイン稼げましたし、まあまあ、あそっか、これスキル11回使えるんだな。これやり方によっては今僕が抱えてるスキルクリアできそうですね。眉毛あったんだ。はい。ということで、ジーニーさん、やっぱりね、願い事3つと言っておきながらね、パワー的には6ついけるという、そんなツムでございましたね。ということで、次回お会いしましょう。ではまた、バイチャ。